皆さんどうもこんにちは、うなしゅんです。頭から虹色クワガタ生えてます。はい、ただの寝癖です。本日も目隠しポケモンやっていきましょうか。よくじゃ、本日はですね、アラベスクタウンで合ってんのかな？ちょっとコントローラーが効いてない。あ、オッケーオッケー。アラベスクスタジアムでちょっと、ポプラさんに挑んでいきたいと思います。よっしゃ。ごめんごめん。頭から虹色クワガタ生えてるくだりやりたくて。目隠し準備しませんでした。申し訳ないっす。じゃあ早速やっていきましょうか。目隠しをして、まずポケモンセンターで回復をしましょう。その後、この街ではほぼイベントがないんで、っていうかあれ？ゲーム音楽聞こえねえと思ったらちょっと待ってくださいね。まずイヤホンしてなかった。テレビの音源を落としてないし、イヤホンもしてないし、もう何やってんだ俺。これで、OK です。皆さん、本当にお待たせしました。はい。滑舌も、ろれつも回ってない。おかしいなぁ。なんか、足音聞こえねえなぁと思ったら、イヤホンしてなかった。一旦戻るか。戻ってこっからやり直そう。あ、オッケー、入れた。オッケー、オッケー。戻る作戦が有効ですね。場所がわかんなくなったらとりあえず戻る。これもう、あれっす。現実世界で迷った時の上等手段っす。皆さんもやってみてね。皆さんも僕のように新宿駅で迷ったらやってみてね。ということでね、ポプラさんの元へ向かいましょう。あ、ちょっと待ってくださいね。手持ちこれで大丈夫かな？ゴロンダとかいるんですよね。フェアリーに弱い。じゃあちょっと皆さんごめんなさい。カットします。手持ち変えてきます。はい、今戻りました。皆さんご覧の通りネタを、手持ちに入れて、しかも先頭にしております。今回頼んだよ、ネタ。マリルリとか、相手がいたら、買ってほしいな。マリルリを。あ、民家に入りましたね。どの民家に入ったんだろう。俺が、想像してる民家に入ったとしたら、まっすぐ右に行って上にあるんですよね。あれ？右に行けない。お、入れた。もうこの回は一回もカンニングせずに突破したいくらいですね。さあ、行きます。あ、マリーがいる。マリー、ジムの中にいたんだ。倒してきたのかな。ポプラさんのカードかなんかをもらいましたね。ポプラおばあさん。で、俺を置いていくと。これ受付かな？ OK、OK。今回は一発で受付に行けました。前回はね、本当に迷ったんだね。斎藤のさんのジムの方ではね。いらない寄り道ばっかしてたんで、OK。シャキーン小学生かみたいな。シャキーンウェイウェイシャキーン、ウェイウェイは違うか、小学生じゃないか。ウェイウェイシャキーンな気持ちですよ。まあ、オーディションみたいな感じでクイズが出てくるんですよね。途中、バトルの途中で。まあ、クイズって本当に読み上げられてるわけじゃなくて、視覚的に出題されるだけなんで、あれ？あ、バトルが真っ先に始まるわけじゃないのね。なんだっけ、今控え室で、ステージに出るみたいなことだっけ。まあ、ガチャガチャ動いてりゃそのうち始まるでしょ。こっちか。ん？ぶつかってる音が聞こえない。あ、始まった始まった、オッケーオッケー。なんだろう。ワン。あー。ワン。何の対決だこれは。まあいいや。スパークでいきましょう。ジゴスパーク！ジゴスパークってなんだっけ？調べて字幕で乗っけときます。あ。あ、これクイズかな？正解は下。お、正解した。すげえ。見なくてもクイズなんて楽勝っすよ。どういう問題だったんだろう。私の血液は何型？ O 型、AB 型。で、AB 型を選んで正解だったのか。自覚ありますね、うちのワンコは。進化前のウィンナードッグだった時には、ねえ、あんなに自覚なかったのに。進化してから優秀になりましたね。なんだろう。日本語の名前が出てこない。英語だとハチュンみたいな名前のやつだっけ。テブリム？まだ混乱してる。ずーっと混乱が解けないけど、動いてるって、自覚あるのかないのかわかんない。ブレインキッス。交代しますか？申し訳ない。ただ、うちのパーティー結構ね、フェアリーに弱いんですよ。マッギョに出番を与えますか。ちょっと弱点多いんで心配ですけど。よし。マッドショットで攻めていきましょう。相手のドレインキッスのダメージを最小限に抑えることができるんで。お、等倍で入った。やっぱ可愛いフェアリーは、この汚ねえやつで、この汚ねえマギオでいじめるに限りますね。美女と野獣的な戦い。嘘泣き。ピエンですね。今話題のピエンってやつですね。皆さん、ピエンの一段階上って何かわかりますか？ピエンの一段階上はパオンらしいですね。ピエン通り越してパオンとか言うらしいですね。パオンの一段階上は何なんでしょう？パヒヒーンとかかな？知り合いに JK がいるので聞いてみましょうか、今度。ピエン通り越してパオン、パオン通り越してパルパレオス、違うな。下手にこういうなんか流行の言葉を口にしちゃうとね。っていうかもしかして、ピエンパオンなんか、動画アップロードしてる頃には死語になってるんじゃないかと思って、ちょっと。わからんっすね、こういう流行の移り変わりの速さにはついてけんっすね、おっさんには。またピエンしてる。このゲームが流行ってた頃にはもうピエンって存在してたっけ？ピエンっつってたっけみんな。なんだなんだこれエネルギー波みたいな。ああ、ワンちゃん倒されちゃった。敵を取れ。オッケー、バチンキーだった。オッケーオッケー。まっすぐまか沢村だったらどうしようって思ってました。等倍で通るね。オッケーオッケー、レベルも上がる。そのままで。そのままでいい。レッド・イット・ビーよ。ありのままでレッド・イット・ゴーよ。特徴的な鳴き声だな、相手。何なんだろう。サイコキネシス的な技を覚えてるってことは、エスパーフェアリー的な？なんかトリッキーな技のエフェクトが聞こえますけど、何なのかを特定できない。何なんだろう。人間みたいな声。猫？目隠してて、え？猫？って言ってると、テペコンヒーローの例の回を思い出しますね。猫？3人目かな？ああ、こいつか？フェアリー役タイプの例のやつは。リベンジが通るかどうかちょっとやってみましょう。あー、これはなんだ、煽るじゃなくて。あ、またショット打っちゃった。クイズ？正解は上だ。あー、間違えた。間違えたら能力下がるんで、引っ込めますか、もういっそ。混乱してるし、煽る攻撃で。なんだっけ、煽るじゃなくてなんだっけ、攻撃の名前が思い出せない。威張るか。あ、やべ、沢村だ。おお、でも、そっか、相手フェアリー、悪だから。なんだっけ、こいつの日本語の名前、エンペデンプみたいな名前だよね、英語だと。まあ、何英語のポケモンの名前知ってるか知らないけど。まず猫騙して、猫？クロちゃんが、え？猫？ってなって、瓦割りですね。おだてるか。おだてると威張るか。さあ、頑張れ。おだてられて。合う。多分今自分を攻撃したんじゃないかな。おやっつけた。一旦で混乱解けましたね。自覚ありますね、うちの子たち。ぐんぐんレベルも上がる。いえ。懐かしいですね。ガンガン行くぜ風聞いて。今の鳴き声は覚えてるぞ。サーナイトだ。この段階でサーナイト出てくる。甘える？うちの子たち物理偏重だから甘えるは刺さるぞ。物理重点。これムーンフォース？わあ、やられちゃったーん。いけ、マッギョ。おお、マッギョじゃないな、これ。猫だましして退却しましょう。ゲリラ猫だまし再び。じゃあ一番後ろの子。後ろの正面だ、あれ？後ろの正面はまっすぐまでした。さよなら。あ、マイルドよかった。助かった。どうしよう。引っ込めようか。ここだ。何が出る？あ、アブリボンちゃん。アブリボンちゃんには、ドレインキッスで戦ってもらおう。いや、虫の抵抗の方が良かったかな。相手の特攻を下げるという意味で、後ろを楽にできるんでね。なに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 ？何の技を出した今。えぐい音が聞こえましたけど。なんか地盤を歪める音が聞こえましたけど。まあいいや、行ってもらおう。突進だ。いや、頭突きの方が良かったか。よし、物理耐久はあんまないから倒せましたね。はあ。ん？あ、オッケーオッケーオッケー。危ねえ。誰かが何か覚えるのかと思いました。でーん。歌を歌ってるとは思わない音程の取り方。メインメロディーからも外れたし、全くハモってなかったし、ここ一応オーディションだぞ。ん？進んでる？ピーって笛が鳴ってないから終わってないっすよね、多分。ないないや、じゃあ、しゃあないな。カンニングするか。段で不合格、正解数1。ソニア不合格。正解数3。優秀だがちょいと諦めやすいかもね。まあ、マグノリアの孫は大変だね。ああ、奥に進めばいいだがね。非常口の。今のカンニングはほぼ脳幹でしょ。あ、オッケーオッケー。オッケーオッケー。戦う準備はできていますか？みたいなことを聞かれたんだね。裁判の準備はできていますか？